立派な耳ですね。ありがとうございます。そうですね、あまり金持ちにはならないですけど、ね、あれすごいシックなファッションです。ですね。なんか実は私初めましてではないんですけども、ないです。覚えてます。すごい。あのですね、あの鳥美希さんという漫画家の方の忘年会で向かい側の席だったんですよね。あのテレカいただきました。すいません。ちょっと待って、何のテレカ？水着のテレカ2枚です。そう、多分。マジで、うん、あのさ、それ1枚いただけますか？いやそれはあげられません。ちゃんと大事に取ってあります。ありがとうございます。武田君も実はそうなんですよ、あの同じ映画に出てて共演という形はしてるんです。それはもう俳優さんとして参加されたんですよね、もちろん。そうです、出演です。役者になってます。結構多いですか？石井さんぐらいですね、使って。そうですか。石井さんはもう2本連続です。おお、すっかり、常連役者の仲間入りにさせてもらおうかと。かっこいい。この番組に出演していただくためにかなり前からあのオファーをしていたみたいなんですけれども、ずっと断り続けられてという、今回やっとという感じらしいんですけど。やむなしですね。やむなし。やむなし。別にトップでもないのになんでトップランナーというタイトルに出るんだろう。いやいや、まあ、出たくないってなったんですね。それはでもトップですよね。トップじゃないですよね。見た目がそう見えたのはそれは周回遅れなだけです。周回遅れ、周回遅れでトップに見えてるだけですよ。あれ、それ、ま、真似していいですか？え、どっかで何か持ち上げられたら勘弁してください。自分は周回遅れなんです。マジでかっこいいですね。本日のゲストは映画監督庵野秀明さん。常に新しい挑戦を続ける映像界の奇才です。庵野さんがプロの世界に足を踏み入れたのは大学時代。アニメーターとして戦闘メカや爆発シーンなど数々の名場面を描いてきました。そしてアニメ監督として大きな注目を集めた一作が新世紀エヴァンゲリオン。アニメファンだけでなく日本中を巻き込んだ一大ブームとなりました。アニメと実写、そして人間の内面と向き合う作品、娯楽性に富んだ作品、垣根を越えて見る者の心をつかむ、それが監督庵野秀明の魅力です。あのアニメーターという形で活動を始められてからもう20年以上経つそうですね。監督作品だけでも数十本ということはやっぱりすごい数だと思うんですが、アニメーターとか原画マンとか、そしてまた監督とか、あと何でしたっけ、他にも動画マンとか作画監督、いろいろなんかあの細分化されているようなんですけれども、アニメの作り方っていうのは、まあ、日本ではもう完璧に分業なんですよ、はい、あのキャラクターデザインをやってる人が、はい、あのその元になる絵を決めて、その元になる絵を見ながら、ですね、絵コンテというものが存在して、その絵コンテっていうのは全体の設計図なんです。その設計図を見ながら、そのアニメーターっていうのはあの原画マンとか動画マンの、まあ、まとめた言い方だと思うんですけど、今はあの原画と動画というふうにまたシステムがアニメーターの中でも分かれてて、でそのキーになる絵をですね、なんかこういう絵とこういう絵をあの描いた絵、この2枚の絵を描いて、その2枚の絵の間に何枚何コマ絵が入るかというのを描くのが、指定するのが原画マンなんですよ。でその間に実際にこことこことここの絵を描くのが動画マンなんですね。あとここの絵とここの絵あの割とラフに描いてあったりもするので、それをクリーンアップすると、基本的にはそういうシステムですね。その後はそれにあの色をつけて、それにあの別のところで背景を描いてる人がその背景を、それにあの撮影といっても今はまだ全部コンピューターなんですけどね、コンピューターで
それ全部一緒にして画面にするという。アニメーター時代の安野さんはあのカリスマと呼ばれるほど評価が高かったんですって。当時カリスマっていう言葉なかったと思うんですがアニメーターとしての自分はすごく偏ってたんですよ。あのロボットとか飛行機とかそういうあの機械のものと、あとはあのそれが爆発したりとか、あのなんかそういうメカとエフェクトしかやらなかったので、そこだけしかやってないんですよね。だからすごく偏ったアニメーターだったと思います。アニメーターはもっとあの、まあ、万能な方がいいんですけど、メカも描けるしキャラも描けるし、でいろんなものが全部描けるのがあの一番理想的だと思うんですけど、僕はあの人間とか全然描けなかったのですごい下手なんですよ。メカだけはなんとかあの形になってたんで、でもそこだけしかやらないってことは、そこだけはあのそれだけの価値があるあの絵にしとかないといけないので、はい、そこだけはちょっと頑張ってやってましたね。アニメーター時代っていうのは何に駆り立てられて作業してたと思います？とても地味というか根気のいる作業だったと思うんですよ。画面を見るのが面白かったんだと思いますけど、アニメーターの頃は出来上がった画面、自分のカットがちゃんとできてると嬉しい、なんか思った通りになってると嬉しい、そういうやつですね。あのワンカットをやるのに長い時やっぱ2週間ぐらいかかっちゃうんで、2週間かけて、まあ、3秒とかそういう世界なんですよ。それにはあの動画の人とか、またあの色を塗ってくれる人とか、撮影してくれる人とか、いろんな、その後自分の作業の後もいろんな人の手が入ってフィルムになってるんで、はい、そのフィルムになった時にというのは全部自分に返ってきちゃうんですよね。だからできるだけそれがなく、なんか他の人もなんかその動画やってよかったとか、色塗ってよかったとか、まあ、色とかあの当時あの瓶に筆をつけてこう一枚一枚裏で塗るという、もうすごい大変な手間をかかることをやってもらってたんで、その人がなんかこんなカットやんなきゃよかったと思われないようにしたいとか、そういうやつでした。失敗したっていう時にはもうすごい落ち込んでましたね。ナウシカの巨神編って有名になっちゃってたんですけど、はい、あ、僕の中では失敗なんですよ。本当に申し訳ないです。あれ84年に公開された宮崎駿監督の風の谷のナウシカ。この作品で安野さんが描いた巨神兵の姿は多くのアニメファンに衝撃を与えました。腐ってん。あれ失敗ですか？失敗です。あれ、まあ、細かいことですけど、あの原画と原画の間に動画が3コマで5枚なんですよ、うん、あれ、これはあの宮さんの指示で、これは中子でいいって言うんで素直に中子にしたんですけど、あの時なんで抵抗して中七にしなかったんだろうって今でも悔しいです。枚数増えて、まあ、大変になるのは分かっても、あれは解けるのが早すぎましたね。もうちょっとこう、もう2枚間にもう6個もあればよかったんですよ。あれは今でも悔しいですね。中七にした方が絶対に良かった。あのラッシュ見た時には死にたくなってました、ね、もう失敗したって他の人が褒めてくれる分それが辛かったです。もっと良くなったのに。あれから宮さんの言うことは聞かなくなりました、ね。ね、宮さんの中では中子だったと思うんですけど、僕は中七の方が良かったと思います。アニメーター庵野秀明、その集大成ともいえる作品が87年の王立宇宙軍オネアミスの翼。ロケットから剥がれ落ちる無数の氷の破片を精密に描き込んだ表現は CG ではなく全て手書き。圧巻の一言に尽きます。
ーターで自分がやれることは多分あれがピークだったと思うんですよ。あれ以上のものはもうできないでしょうね。今ももうできてないですね。なかなか、なんか自分がやってよかったっていうカットがどんどん少なくなってるので、王立宇宙軍の作画監督をやってた時がアニメーターとしてはピークですよね。なんか自分の中もモチベーションがなくなった感じがしますね。これ以上なんかやりたいものがない感じが、で幸い潰しが効いたので監督やらせてもらえたから、まあ、そっちに入りました。まあ、監督ぐらいしかもうやれることが残ってなかったんだと思うんですけど、95年から放送されたテレビアニメ新世紀エヴァンゲリオン。この作品でアニメ監督庵野秀明の名は不動のものになりました。次々に地球に襲来する謎の敵使徒、それと戦うために開発された人型兵器エヴァンゲリオン。ロボットアニメの王道を歩むかに見えた作品ですが、次第に複雑な展開に。主人公の碇シンジをはじめ、さまざまなトラウマを抱えた登場人物たちのドラマに宗教や哲学の要素が絡み合います。なぜ生きてるの？それを知りたくて生きてるのかな。誰のために生きてるの？もちろん私のためよ。多分自分のために。生きていて嬉しい？テレビ版は多くの謎を残したまま終了。使徒を食ってる。しかしその謎がかえってファンを熱狂させ、数々の解釈本が出版されるなど社会現象にまで発展しました。ものすごい熱狂だったと思うんですね。本当に社会現象、まさに社会現象という形になったと思うんですけど、今振り返ってみるとそれは何がそうさせたんだろうっていうふうに考えていらっしゃいますか？なんか内面的なものを何ですかね、こう見てみたいみたいな雰囲気がバーッとあの頃増えたんだと思いますけどね。ものすごくこう心情をこう言葉にして出すっていう、その主人公だったりとか、そういうところがものすごく印象に残っているんですけれども、みんなそういうものも求めていたっていうことなんですかね。当時はそうじゃないですか。僕自身そんな哲学知らないんですよ。あまり哲学的なことはやってないんで、今までもエヴァもそういうふうに言われてますけど、あれは哲学ではなく幻覚的なんですよね。知ったかぶりっていうのが一番なんか近い表現だと思うんですけど、幻覚的。知ったかぶり、だからよく知らないけどこういう言葉を使っていれば賢そうに見えるっていう、それがエヴァですね。でもそれは賢そうに見えるところがなんかこうパッと見た目かっこいいとかですね、なんか裏があるかもみたいな、そういうところに行くので、まあ、それはそれでそういう方法論だったんですけど、なんだろう、僕にとってフィルムはサービス業なんですよ。お客さんがお金を出して、まあ、映画だと1000いくら出して見に来てくれるわけですから、その1000いくらお客さんが出したのと、なんかこう等価値の面白さというか、見てよかったかみたいなのをお客さんに返す仕事だと思うんですよね。少なくともサービス業である以上、お客さんに何かしらなんかそういう良かった感みたいなのをあげなきゃいけない、あげなきゃいけないというか、なんかをフィルムの中には入れておかなきゃいけないと思うんですよね。そこでなんだろう、エヴァの場合はちょっと聞きすぎた感じがしてですね。聞きすぎた、ええ、そういう部分が、まあ、効果が、効果というか現実逃避の何ですか、よりしろとか、あとは現実からそこに逃げ込む装置みたいなものにされつつあるのがすごく見てて嫌だったんですね。だから映画になった時はもともとそれはそういう予定だったんですけど、
あのお客さんにはとりあえずあの水をかぶせてなんか目を覚まして帰ってほしい、そういうのがあります。な、僕にとってはそれもサービスなんですよ。お客さんにとってそれはいいことだと思うので、あのままあのその居心地のいいところにずっといて、それも一つのサービスだと思うんですけど、エヴァの場合はそれはもうやっちゃいけない気がしたんですよ、ね、少なくともあの目を覚ますあのなんかきっかけみたいなのは入れなきゃいけない、それがお客さんにもいいことなんだろうということで、まあ、最後はそういうことをやってましたけど、ね、まあ、僕にとってはそれもサービスなんですよ。ゲストのお気に入りをランキングするフェイバリット5。庵野監督のテーマは大好きな建造物。第5位は地元山口と福岡を結ぶ関門トンネル。第4位は大阪万博公園の太陽の塔。エキスポタワーもお気に入りでした。第3位は完成当時の霞ヶ関ビル。現在とはロビーの作りが違うそうです。第2位には国内最大の規模を誇る黒ヤンダムがランクインしました。それでは庵野さん、はい、お気に入りの建造物第1位を発表してください。まあ東京タワーですね。東京タワー、うん、まあご多分に漏れずですけど、うーん、やはり東京タワーになっちゃいますね。やはり東京タワーとかが分かんないんですけど。そんなにシンボリックなものなんですか、庵野さんにとって。東京タワーはやっぱかっこいいと思いますね。美しいですよ。かっこいいですか。かっこいいです、まあ、新造寺ですけど、建造寺ですね。できた当時はすごいかっこよかったと思います。できた当時、どんどんかっこ悪くなってますね今ね。あ、もう最近はあの上になんかはい、デジタルのアンテナとかついて、あれがついたのは分かったんですけれども、その前にも何か変化があったんですか。色です。色、法律が改正されてあの色分けが変わっちゃったんですよ。赤と白ですよね。赤と白のその細分が配分が違うんですよ。え、昔はあの第一展望台が赤でよかったんですけど、今白ですから、はい、もうかっこ悪いことこの上なしですよね。白はダメなんですか。ダメです。あそこは赤じゃないとダメです、ね。でも2色使いに変わりはないんですよね。いやいや、もうその見た目の美しさが全然違いますよ。前の方がいいですよね。前の方がいい、ええ、前 の、 あの色分けが多い方が良かったと思いますよ。あれを塗り替えたら何事じゃと思いますよ、ね。かなり憤りを感じたようですね、ええ、あのお気に入りの建造物っていうのもこのコーナーで初めてなんですか。そうですか。どういう建造物が好きなんですか。すごいあの技術の賜物と、うん、あとはあのそれを作ってた人たちの凄さと、あとは出来上がったものの美しさですね。うーん、ちょっとダムとかも入ってますからね。いや、黒ヨンダムはいいですよ。実際行ったら本当にすげえと思います、ね。まあ、自然破壊とかそういうものがあったとしても、うん、あの当時あれだけのものをあの場所に作ってるっていうのはすごいですね。もうプロジェクト X でもやってますから見てください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。庵野秀明さんは1960年生まれ、瀬戸内海を望む山口県宇部に育ちました。庵野少年が大好きだったのはアニメに特撮、すでにこの頃から絵や漫画を描くことが得意でした。あの庵野さんはあの子供の頃からアニメ好き、そして特撮がとても好きだったっていうふうに伺ってるんですけれども、どんな少年時代でしたか。そんなに外れてはいないと思うんですけど、こもってそういうのばっかり見てたわけじゃないですか、うん、ただ運動は苦手でしたね。体育はずっと2でしたね。3になったことがないです。ないです。ないです。あれ体育はあの出席してたら2になるそうなんですよ。じゃあもうギリギリな。ギリギリでしたね。カツカツですね。カツカツでしたね。ソフトボールは14メートルでしたね。あ、ソフトボールなんで女子よりもダメでしたね。私もでも14メートルぐらいだ、ええ、まあ、女子並みなんですよ。なんかこう得意だった科目っていうのはあるんですか。小中は、どれだったかな。理科と、うん、理科系と
あとはあれです、ね、図画工作と家庭科ですね。家庭科、ね、うちの親父とおふくろ、あの洋装仕立て屋さんだったので、はい、ハサミとか針とかは子供の頃から遊び道具だったんですよ。あ、じゃあこう何かを作るっていう作業は割と好きだ。そうですね、まあ、刺繍とかはあの、まあ、よく やれてたと思います。へ、まあ、刺繍の柄は機械だったんですけどね。ちゃんと赤と青の塗り分けとかきちんとあって、ここの機械だってここがあのメカで透けてるんですけど、はい、そこもあの刺繍できちんと表現した覚えがあります。細かく細かくコードを這わせたりとかですね、そういうのは好きでしたね。刺繍で根気がじゃあすごくあるんですね。そこだけですね。あとはもうズボラですね。すごくこう印象に残ってる、その当時見ていたなんかテレビの番組とかアニメとか漫画とかそういうものありますか？コミックなんか。まだ幼稚園の頃だったと思うんですけど、最初のウルトラマンは衝撃でしたね。多分あれが今でも引きずってると思うんですけど、ウルトラマン見たショックみたいなのが。ウルトラマンのどの部分に衝撃を受けましたか？まあ、基本的には全てですけど、やはりウルトラマンというものの存在ですね。それはヒーロー的なもの。そうですね、ああいう銀色の巨人がビル街に立ってるっていうのはすごいインパクトありますよね。怪獣は見てたんですけどそんなに好きじゃなかったんですよ。やはりウルトラマンそのものにものすごい憧れを持ちましたね。大好きなアニメや特撮を学ぶために大阪芸術大学に進学した庵野さん。しかし授業はそっちのけ、もっぱら自主制作の作品に情熱を注ぐ毎日でした。そして庵野さんの人生に転機が訪れます。大学の仲間と SF ファンのイベントのオープニング用に制作したアニメーションがプロからも高く評価され、長寿空要塞マクロスや風の谷のナウシカに参加する足がかりになったのです。しかしアニメ制作に熱中するあまり大学は方向処分になってしまいます。この将来っていうことを漠然と考えた時、不安みたいのはありました？いや、将来っていうのはあまり考えてなかったので、なんかその場その場で考え、なんかやれることを見つけて、やれるっていうのは流されてる感じですね。流されてる感じ、ね、あまり自分で物事決めなかったので、そのオープニングアニメの制作に参加したのもなんかあの友達がやろうやろうっていうので、ああじゃあやりますっていう感じなんですよ。そのマクロスに参加したのも友達が行こう行こうっていうので、じゃあ行きますっていう、うん、そういう感じばっかりなんですけどね。でもやっぱり帰りたいなっていうのはあまり思わなかった。そうですね、うん、ナウシカに参加したのもあれも友達があの面接に行きましょう行きましょうっていう、あじゃあ一緒にという感じなんですよ。面接ですか？宮崎さんのところにですね、なんか人手が足りないらしいっていうので、あの時一緒に行きませんかと誘われなかったら宮さんとの出会いもなかったですね。本当に運がいいんですよ。僕にとって師匠筋になるのはあのマクロスをやってた時の板野一郎さんっていう、この人はもう天才だと思うアニメーターなんですけど、その人とあとあのその後の宮崎駿さん、この2人なんですけどね、なんか自慢できるのはこの組み合わせは僕しか世界中にいないと思いますから、
これだけは自慢できると思うんですけど、この板野さんと宮さんにはなんですかね、ものづくりとかアニメーションの技術的な基本だけじゃなく、そういうものを作る姿勢みたいなのもすごく教えられましたね。この二人の影響が今もあるんだと思います。妥協しない作り方とかですね、もうなんだろう、そのエゴイストな部分も含めて、なんかあこれでいいんだっていう、あこんなことやっていいんだっていうのも含めてですね、すごく良かったと思います。この二人になんか出会えたのはなんか今の仕事の支えにもなってると思います、ね。では皆さんの質問に私が答えます。いっぱいでよくわかんない。自分ではもう決められないですよ、これは。じゃあ近くです。今日本のアニメは海外で高い評価を受けておりますが、日本のアニメと海外のアニメは一体どこが違っていてですね。それでどこの部分が評価されているか、どのように考えているかお聞かせください。はい、基本的に海外のアニメっていうのはキッズ向け、子供向けなんですよ。ディズニーとかワーナーのキャラクターを見ても分かると思うんですけど、小さい子供向けにできてて、大人を想定してないんですよ。よもやなんかこう二十歳を過ぎてアニメを見る輩が世の中にいるとはっていうのが海外なんですよ。でも日本は今僕も40過ぎですけど、40過ぎた人がアニメ見ててもそんなになんか変っていう風にもう見られなくなったの で日本は今言い方変ですけど、大人向けっていうか子供向けではないアニメが作られてるんです。これはおそらく、世界中で日本しかやってないんじゃないかと思うんですよ。日本のアニメが海外で評価されるのはオンリーワンだからだと思います。数年前のインタビューでクリエイターは結婚するとダメになるっておっしゃってたと思うんですが、ご自身が結婚なされてその言葉は当てはまると思いますか？芸風変えてなんとかなりました、ね、もうああいうのは作れないと思う。エヴァンゲリオンみたいな、あれは一人もんが寂しくて寂しくてしょうがなくて、なんかこうその寂しさをなんかアニメにぶつけてる感じがしてたと思うんですけど、なんすかね、まあ、ああいう風にはならないですね。もっとこう違うものでなんとかしたいと思う。ただ前の作ってたものが好きな人にはもう違うっていう風になっちゃうかもしれないですけど、僕の中では なんか新しいところに行けてよかったなと思いますけど、ね、結婚して幸せを維持しつつ面白いものを作ることを模索したいと。他の人は失敗してるんで、その意気込み分かってもらえればありがたいです。すいません。熱情何か修行のようでもあるし。98年エヴァンゲリオンの後、庵野監督が最初に発表したのは村上龍原作ラブ&ポップ。アニメではなく実写の作品でした。この世の中に渋谷を舞台に女子高生の生態を描いたこの映画はデジタルビデオカメラで撮影、全編実験的な映像にあふれています。なんか邪魔して悪かったかな。ラブ&ポップ以降、庵野監督は実写映画に力を注ぎ、数々の作品を世に送り出しています。ねえ、明日何の日だか分かる？エヴァンゲリオンの後に主な表現の活動の場を実写映画の方に移したというのはどうしてなんでしょうか？そうですね、実写をやりたくなったからというのが一番大きな理由だと思うんですけど、
アニメではないものをやりたかったんですレバノアとは。うん、でそれが実写だったんですけど、今まだ実写を作るのが面白いので、うん、実写を続けてますね。実際にアニメと実写両方監督してみて、うん、こう多分そのことでアニメの魅力の再確認もあったと思うんですが、実写のこう違い、なんかそれぞれの目線からちょっと違いを教えていただければと。アニメの場合は最初に括弧としたイメージありきなんですよ。自分の頭の中にあるイメージを可能な限り映像に置き換えるということをするんだったら、今の日本においてアニメーションをやるのがベストだと思います、ね。実写はそうじゃないんですよ。現場に行ったら雨でも今日これ撮らなきゃいけないという時に、いや台本は晴れって書いてあるのに雨じゃどうしようもないけど雨で何とかしなきゃいけないっていう、イメージ通りに全くいかないんですよね。最初にエヴァンゲリオンの映画の中に実写のパートを入れた時にそれを思い知ったんですよ。まあイメージ通りには何一つできないんだっていうところが、その時はすごく嫌だったんですけど、後になればこれはアニメじゃない部分でいいかも。ラバンドポップの時はできるだけアニメとは違うやり方をしたい。アニメのなんですかね、こうどこまでも思い通りに描ける映像ではなく、なんだろう、外的要因によってどういうものになるかさっぱりわからない実写がすごく面白くなったと思います。アニメの場合ベストテイクってないですから、テイク1しかないんですよね。テイク1をリテイクすることはあっても映像としてはそのテイクしかないんですよ。実写の場合は2キャメあれば2つもう素材が存在するので、だからその編集の時にいろいろいじれるっていうのも実写の魅力ですね。だから編集した時に初めて全体像が見えてくる。アニメの場合は絵コンテを描いた時に全体像見えちゃうんですよ。俳優を動かすっていうことはどうですか？俳優は動かすでも俳優は動いてくれるので嬉しいです、ね。アニメの場合は自分で動かさないと動いてくれないんですよ。アニメーターが動かしてくれるんですけど、まあ、それも自分絵コンテにないイメージで描いてくれる人っていうのはもうほとんど限られてて、でも実写の場合は絵コンテ描いても無駄っていうことが多いですから、絵コンテ通りにはいかないので、そこがいいですね。自分の思い通りにならなくて、うわなんでそんなことしてるんだやめてくれっていうのが面白いところですね。ヘモ何やっ教えてやろうかパンサークロー。ある時は出動するバイクレーター、またある時は木更津の婦人警官パンサークローの手下、そして宇津木博士の身代わり。しかしてその実態は愛の戦士キューティーハニーだ。庵野監督の最新作キューティーハニー、原作は永井豪の人気漫画、テレビアニメでも一世を風靡した作品の実写化です。キューティーハニーはアクションとお色気満載の娯楽作品。実写映画とは言いながらアニメーションや合成技術を多用、庵野監督ならではの仕上がりとなりました。やっけ見てるハニーフラッシュ。最新作キューティーハニーのお話を伺いたいと思います。はい、なんかこれまでの庵野さんの作品で割とこう内に向かっていくようなタイプの主人公だったり、またそういうことをこう考えさせられるようなお話が多いなっていうふうに私は思っていたんですけれども、今回は本当になんか娯楽にこう徹しているというか、すごくこうなんか解き放たれたなんか華やかな面白いこうバーって突っ走るっていうような、そういう感覚がとてもスピード感があって面白いなって思いました。もう全然なんか違う人が作った映画のようにちょっと思っちゃったぐらいに、なんか楽しく見れたんですけども、ありがとうございます。これはもう全然
僕の中ではあまり変わってないんですけど、とにかく芸風を変えた感じです。自分の中の明るいそういう部分というのを前面に出してるんですよ。どうしてこうキューティーハニーっていうものを映画化しよう、また実写にしようっていうふうに思われたんですか？とにかくなんかこう単純で面白いものをやりたかったので、それでアクションものをやりたかったんですよ。でキューティーハニーの話が出た時に、あ、これはちょうどいい、あ、その話に乗って、そっからですね、まあ、現場で一番大事にしたかったのは心意気みたいなものですね。心意気、ね、お客さんに見せたいものは現場の心意気ですね。なんか勢いみたいなもの、なんかそういうものをなんかフィルムに定着させてみたい、うん、こうそれはスタッフだったりキャストだったり、まあ、僕自身だったり、うん、なんかこの心意気を見ようっていう感じが、うん、なんか出ないかなっていう感じですね。フィルムの中にで、お客さんもにもそれが伝われば、なんかなんすかね、いい気持ちになって映画館出れると思うんですよ。そこにこだわりましたね。お客さんが映画館出るときになんかこう心機臭い顔をしなくて、なんかニコニコとかなんかいい顔して出てほしかったんです。これはもう最初からこだわってました。これだけはなんとかやりたい、そういう映画にしたいです。原作にはないキャラクターも登場するアンノ版キューティーハニー。キャラクターデザインには妻で漫画家の庵野もよこさんも参加しています。やっぱりすごく何回もダメ出しが出てとっても厳しかったです。女の子のここにこうちょっとチョーカーじゃないんだけども、細い、私は組紐のイメージで、帯留め帯締めに使うような紐をここに使っていて、ここにダイヤとか宝石がはまってるっていうデザインにしてるんですけど、その紐を太くしろってすごく言われて、で私はこれは太かったら絶対可愛くなくて、ちょっとお相撲さんみたいなこうごっつい感じのイメージになってしまう。で他のデザインは割と戦闘的なデザインなので、もっとここは可愛くしたいなっていうのがあって、そこでかなりここで私は物を投げてこれじゃなきゃ変だよとか言って、うん、結構言い合いました、うん、ギリギリまでは妥協しない人だなと。ただなんか それを最後まで押し通すわけでもなくて、なんかこうその時その時一番いい選択をしようとするっていう意味ではすごく、プロだなと思いましたけど、はい。ご自身ではアニメとそれから実写、どちらの監督が向いてるなっていうふうに思われますか？まあどっちかというとどっちも向いてないと思います。え、あまり僕は監督には向かないと思うその向いてないかなって思うというのは、その庵野さんの中での監督像っていうものが何かあって、それにこう、そうですね、近くないんじゃないかっていうことですね。責任感が薄いので、監督をやってるからようやく何ですか、人間として何かこう何とかなってる感じがするんですよ。監督をやってないとすごく無責任になってると思うんですけど、ね、本来向いてないのを何とかこう強制して監督をやれるようにしてるっていう感じがします。これは人とのつながりのツールなので、僕にとっては、全てのファンがきっと気になっているところだと思うんですけれども、庵野さんはまたアニメーションを手掛けないのかなっていうのは、まあ、週に60本とか70本っていうのは状況としては異常なんですよ。ものすごく今無理をしてアニメを作ってるところがあるので、そういう状況ではもうちょっと僕は作れないんですね。もうスタッフ集まらないです。僕はテレビシーズンできればやりたいので、今テレビシーズンやるのは本当に大変です、ね、それだけのなんか覚悟が今の僕にはないですね、うん、
もうちょっとアニメの状況が落ち着けばアニメもやれると思うし、それとは別になんかやりたいものっていうのが強く出てくればアニメをまたやると思いますけど、とにかく今は実写の方が面白いので、もうちょっとは実写を続けると思うんですけど、まあアニメが嫌になったわけじゃないんで、まあ、アニメもやりたいんですけど、まあ、状況的なものも含めてですね、ちょっと今は厳しいかな。いろんな面見せていただいたような、全てはぐらかされたような時間でしたね特に僕にはっていう感じでしたそうっすね、あれ、いや、こっちから見ちゃ分かんないでしょうけど、ずっと本庄さん見てましたからまあどうしても、そうだっけまあどうしても、ね、美人を見ちゃいます、ね、いや、楽しかったです本当ですねありがとうございましたありがとうございました。本日のゲストは映画監督の庵野秀明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。